年は4年に一度のワールドカップイヤーです。6月に控えるフランス女子ワールドカップを前に、国内最高峰のなでしこリーグの熱戦をお伝えします。2019プレナスなでしこリーグ一部、今シーズンは各節2試合をなでしこリーグ公式 YouTube チャンネルで生中継でお送りします。この時間は第2節マイナビベガルタ仙台レディース対アイナック神戸レオネッサの一戦を、宮城県仙台市マイナビのホームユアテックスタジアム仙台からお送りします。実況担当は滝沢です。ユアテックスタジアム仙台、上空は青い空に白い雲です。天候は晴れです。ただ風がやや強めです。センターポールのフラッグはなびいています。2019シーズンのプレナスなでしこリーグ一部が3月21日に開幕しました。今シーズンもなでしこリーグ一部は10チームです。ホーム&アウェーの2回戦総当たり、全18節で年間順位を決定します。勝ったチームは勝ち点3、引き分けた場合は両チームに1ポイントずつ、敗れたチームは0ポイントです。なでしこリーグ1部第2節なでしこリーグ1部マイナビマイナビベガルタ仙台レディ対マイナビ神戸レオネッサ、10位は神戸レオネッサ、そして9位は2回戦でパーです。これから行われますマイナビベガルタ仙台レディースとアイナック神戸レオネッサ、昨シーズン8位のアイナビベガルタ仙台レディースです。そしてアイナビ神戸レオネッサは昨シーズン2位、今シーズンは優勝を目指す戦いです。両チームの選手が出てきました。アイナビベガルタ仙台レディース、昨シーズンは過去最低の8位でした。最終節でギリギリ入れ替え戦を免れた格好です。今シーズンは新しく唐島啓二監督を迎えて、県と将来強豪へ躍進を遂げる1年を期しています。本家の主将はティーナ・カミーナさんです。よろしくお願いいたします。これからマイナビのホーム開幕戦を前に国歌の独唱が行われます。春の冷たい風、続きまして本日のマイナビマッチデーを記念して花束の贈呈を行います。花束を贈呈していただきますのは本日のマッチデースポンサー株式会社マイナビ宮城支社の高橋アレンチームのアイナック神戸沼田奈々様、昨シーズンは2位、西野真美さんです。お願いいたします。すべて日テレベレーザに優勝を譲りました。今年こそシルバーコレクターの返上です。鈴木俊監督体制2年目です。
マイナビウィガルド仙台は開幕戦アウェーで野島に1対0で敗れました。アイナク神戸は開幕戦で日体大の横浜に2対1で勝っています。迎えた第2戦です。ケフィルナイテッド市原スワレディ戦におきましてプレナスナデシコリーグ通算100試合出場を達成いたしました。場内では表彰式です。この記録を記念いたしましてマイナビの表彰式に記念の花束が贈られます。背番号7田原希実選手100試合のなでしこリーグ出場達成ということで今ご両親から花束贈呈です。田原希実ここまでなでしこリーグ通算100試合で11得点浦和レッズの足から移籍してきた選手、残念ながら今シーズンは開幕そして今日の試合もベンチには入っていません。まあ、ただマイナビベガルタ仙台はこういったベテランの力もその中に若手の力も融合して今シーズンは躍進を期します。それではスターティングメンバーを紹介します。中2日ということもありまして両チーム 3,4 人メンバーが変わっています。まずはホームのマイナビベガルタ仙台レディース、ゴールキーパーは21番池尻、ディフェンスは4バック予想、右から奥川、センターバックが酒井と奈良、左サイドバックに万谷、ボランチに26番の東洋大学卒のルーキー松井綾乃と今日は三橋に代わって23番の柏本セリナが入る予想です。そして中盤2列目が11番のキャプテン安本に15番の宮本かなが先発、宮本かのが先発、そして前線には背番号10の浜田遥と背番号20浦和レッズレディースから移籍してきた白木あかりが初先発ということになりました。マイナビベガルタ仙台レディースです。一方のアウェーゲームアイナック神戸レオネッサです。こちらも今日はスタメンが4人変わっています。開幕戦からゴールキーパーが竹中玲、ディフェンスが4バック予想、右から高瀬、センターバックが三宅と今日は鮫島ではなく背番号15の羽座翡翠、日本体育大学卒の2年目を鈴木監督使ってきました。左サイドバックに牛島莉子、ボランチはキャプテンの中島恵美と8番の杉田ひな、なでしこジャパン日本代表コンビ。前線なんですが開幕戦の予想で考えますと中盤2列目3人、右から28番の新加入の八坂が今日はスタメンに入りました。そして17番韓国のイ・ミナ、背番号10の岩渕真奈も今日はスタメンです。そして背番号18早稲田大学卒のルーキー川野樹里がなでしこリーグ初先発となっています。川野樹里がワントップになるのか、それとも岩渕とツートップを組むのか、それは試合が始まってから確認していきたいと思います。マイナビベガルタ仙台レディース対アイナック神戸レオネッサ、舞台は岩テックスタジアム仙台です。今日は仙台地方最低気温が0度最高気温が8度、晴れてはいますが非常に風の冷たいコンディションです。センターポールの旗がずっと
なびいています。でかなり舞い上がるようになびいている状況です。前半は左に黄色のユニフォームマイナビベガルタ仙台レディース、右に今日は上下シルバーのアイナック神戸レオネッサです。試合が始まりました。マイナビベガルタ仙台レディス対アイナック神戸レオネッサです。マイナビベガルタ仙台レディスを率いますのは唐島啓樹監督47歳です。今シーズンから就任しています。筑波大学卒、ガンバ大阪、アビスパ福岡など4つのクラブでプレーしました元 J リーガーセンターバックです。松本山雅や FC 岐阜など J リーグのクラブコーチなどを務めていました。2016年から2年間アルビレックス新潟レディースの監督を務めています。マイナビ、さあここで浜田に渡った、前が空いてシュートに行くがブロックされる。もう一回アイナックのゴール前、このボールはスクランブル状態、最後は神戸の選手がボールを出しました。マイナビの強みはセットプレー、170センチ以上が今日も3人出場しています。浜田、酒井、まあ、そういったセットプレーに強い選手がマイナビはいます。ニアサイドで浜田はもう一度マイナビのコーナーキックです。背番号23、柏本セリナがキッカーです。ゴール前には浜田遥、さらにはセンターバックの酒井も入っています。マイナビ2本目のコーナーキック、これもニアサイドで浜田です。浜田がそのままクロスを入れてシュートチャンス、これはキーパーが出る。最後は竹中麗が抑えています。アイナック神戸です。
竹中麗、2015年ワンシーズンベガルタ仙台レディースに在籍していました。23試合に出場しました。今日は古巣との対戦になります。アイナック神戸のキーパー竹中麗、後方から指示を出します。センターバックはハザヒスイ、今日はサメシマに代わって大役を任されました。岩渕真奈、一旦中島から当ててアイナック神戸、今年は自分たちが主導権を握ってボールを運んでいく、さらにその精度を高めるシーズンになります。鈴木俊監督体制2シーズン目です。笛が鳴りました。アイナック神戸のフリーキックになります。立ち上がり5分です。キッカーは背番号7、キャプテンの中島恵美です。低いボール、シュートに行く、上に越えていきました。最後は背番号5、三宅のシュートでした。アイナック神戸レオネスタです。マイナビベガルタ仙台レディースの唐島啓二監督はテクニカルエリアで後ろで腕を組みながらゲームを見つめています。一方のアイナック神戸の鈴木俊監督はベンチに座ったまま戦況を見つめています。岩渕ボールを持ってイーピナに通りますが、これはオフサイドになりました。アイナック神戸レオネッサは 4-4-2 の布陣、その中で最前線はやはり背番号18の早稲田大学卒のルーキー川野樹里です。そして2列目に3人、右から28番の八坂芽生、17番のイーピナ、そして今日は10番の岩渕真奈が入っています。4-2-3-1 のフォーメーションがアイナック神戸になります。岩渕がボールを持ちましたがあっという間に囲まれます。トランジションです。マイナビベガルタ仙台レディースボールです。奈良美咲背番号6、そして22番の前谷美穂、元なでしこでジャパン、左に展開、宮本かのが今日マイナビベガルタ仙台レディーススタメンです。前線縦に送る20番の白木あかりには通りませんでした。ベガルタ仙台レディース、時脇学園、宮城県仙台市のこの高校女子サッカーの名盤、時脇学園卒の白木あかりが浦和レッズレディースから移籍してきました。開幕戦でも出番はありました。後半11分に登場しました白木あかり、開幕戦1対0で敗れてしまいましたが、その時落ち着いて試合に入ること、お互いがお互いを意識して距離感を保つことが大事だというような話をしていました。マイナビベガルタ仙台レディースです。左サイド、アイナック神戸、敵陣深い位置からのスローインです。このボールはキーパーの竹中、風が強いのか若干戻される感じではあります。ただどちらかというと
メインスタンド側、画面手前から奥のバックスタンド側に強い風が吹いている印象です。ですのでピッチ上の敵陣陣内に関しての風上風下というのはあまり感じられはしません。ただ岩手戦スタジアム仙台、非常に冷たい風が吹いている中でのゲームになっています。第2節のマイナビ対アイナック神戸、今度はマイナビ右サイドからのスローインです。25番の奥川千佐です。ここもボールをつないでアイナック、ただここはいい形でマンヤが奪う。さらにここを詰めていくチャンスになる。浜田に渡った左足のシュート、キーパー竹中。両チーム通じてまず最初の大きなチャンスが浜田遥にありました。マイナビメガルタ仙台レディースです。浜田、開幕戦でもチャンスシーンはありました。自分が決めきれなかったのが敗れてしまった原因だと。特に開幕戦では背番号17の武田がスタメンだったということもありまして、若手ルーキーの緊張をほぐして特徴を引き出さなくてはいけない存在だったと、そういった反省も口にしています。ただマイナビメガルタ仙台レディースはこうやって若い力も生かしながらベテランと融合して強くなっていくチームなんですというふうに固い今シーズンの決意を話していました。背番号10マイナビの絶対的エース、173センチの浜田遥です。昨シーズンは5得点でチームナンバーワン。アイナック神戸敵陣入りました。ペナルティーエリア内、ここは1回かき出すマイナビ。エリア内相手、イ・ミナが落として岩渕に回ればチャンスというところでしたが、笛が鳴りました。マイナビが最後締めました。ゲームが始まって12分になります。まだ両チーム得点ありません。0対0です。2019プレナスなでしこリーグ1部の第2節です。マイナビベガルタ仙台レディース対アイナック神戸レオネッサ、岩デックスタジアム仙台からお送りしています。双方とも、開幕戦が3月21日でしたので中2日で第2節を迎えています。さてアイナック神戸の鈴木監督もベンチを出ました。テクニカルエリアでこの後ろで手を組みながら戦況を見つめることになりました。さ、風が冷たいんでしょうか、ウィンドブレーカー上下のしっかり引き込んでいます。最後シュートに行きました。松井彩乃、マイナビメガルタ仙台レディース。仙台に濱田遥、そして松井彩乃とはっきりと確認できただけで2本のシュートがあります。一方のアイナック神戸はまだ目立った1本ミドルシュートがありましたが、三宅のシュートがロングシュートがありましたが、それからは大きなシュートシーンはありません。マイナビベガルタ仙台レディース今シーズンは従来の縦に速いカウンターに加えボール保持という要素を、その使い分けを目指していくチーム。池尻に下げて池尻のキック、これが浜田を越えて白木に渡って、さあ白木がこのまま一気にいくか、シュートに行きました。積極的に狙っていきました。白木あかりです。サポーターからも大きな声援が飛びます。
今シーズン移籍後初スタメンとなりました。今日は白木あかりと濱田遥の2トップ、前線にボールを送りましたが、アイナック神戸ここはベガルタ仙台が最終ラインでボール回しです。奈良美咲、酒井由紀、酒井がフィードで濱田を越えて白木か、白木も170センチ、濱田遥は173、やはり純粋な背の高さでいけばベガルタ仙台に分があります。アイナック神戸のセンターバック三宅、そして羽沢ともに165、167ですので、やはり高さの有利性はマイナビベガルタ仙台レディスなりか白木に収まる。ただすぐここ8番の杉田がチェックに行きます。簡単には前へ展開させません。万谷美穂がボールに絡んできます。白木にあって万谷が追い越していきますが、このボールは最後キーパーの竹中玲です。アイナック神戸の攻撃です。右サイドバックは高瀬恵です。開幕戦でも素晴らしい攻撃参加がありました。高瀬恵、前へボールを送ってきて韓国代表のイ・ミナ、切り返しをかけます。積極的にトップ下の位置、それにとどまらず前線後方と顔を出していくイ・ミナ。今日は髪を後ろで結んでいますイ・ミナです。完全に、上空では風が舞っているような状況です。センターポールのフラッグがもうほぼ 裏側が見えるかのぐらいの風の吹き方になっています。アイナック神戸つないでいく、左サイドへ展開していく。19番の牛島莉子が上がってきました。ただ安本がマイナビつくカバーに入りました。仙台が早いチェックです。ここは羽田翡翠、そして三宅しおり、なでしこジャパン左に展開。19番の牛島に渡ればというところでしたが、ここはオフサイドフラッグです。ゲームが始まって17分が過ぎています。両チーム得点ありません。アイナックの鈴木俊監督は1回ベンチに戻ります。一方のマイナミの唐島啓司監督はまだ一度もベンチには戻りません。ずっとテクニカルエリアで戦況を見つめています。アイナック7番の中島恵美、そして牛島が絡んで岩渕下がります。マイナビもぐっとパスコースを縮めてきます。取り返しました。ただここはつなげません。主導権と握り合いが続きます。マイナビ対アイナック神戸。酒井から奈良、左サイド万谷美穂、ここも縦へ送る。いいカットをしました安本。ただアイナックボールに変わります。アイナック神戸もマイナビのチェックが来ると分かりながらもボールをつないでいきます。簡単には相手に渡します。相手に思ったように攻撃をさせません。大事なところは塞ぎます。今シーズンは絶対にタイトルを取らなくてはいけないシーズン失礼しました。そう、誰もが決意をする1年です。
岩渕、この選手はやはりあっという間にマークがつきます。岩渕、ここから展開過ぎた、今度は右に回していきます。三宅から高瀬です。推進力のある高瀬ですが、ここはすぐ宮本が蓋をする。双方ともにシュートシーンにまでは至りません。20分が過ぎました。0対0です。高い位置でボールを取って送ってくる。川野に渡るか、通しません。そして浜田を起点を狙う。マイナビ23番の柏本、キャプテンの安本が右サイドに張って、やはり一度浜田を見ます。酒井幸、池尻に下げて、ここでアイナック神戸、イ・ミナモボールに行きます。右サイドも封じていきます。互いに4バック、まあ、4-2-3-1 ないし 4-4-2 のフォーメーションで組んできています。マイナビとアイナック神戸、マイナビが今度は幅を取ります。背番号25の奥川が取りましたが、ここは酒井は奈良を使って左へ展開しようとする。通ればチャンスになる。浜田に渡るか、カバーに入った羽田ひすい。最後コーナーも防ごうとしましたが、これはゴールラインを割りました。マイナビのコーナーキック、これで前半3本目になります。前半まもなく22分です。マイナビの得意のセットプレー、コーナーキックです。浜田、白木、さらに酒井が上がっています。いいボールが入ってきた。ヘディング1回クリア。このボールを岩渕か、アイナックボールに変わります。マイナビは急いで戻ります。左サイドの牛島、岩渕が裏を狙おうとしますが、これは下げます。8番の杉田ひな、イ・ミナが動き出しを開始。アイナック神戸も右サイド、八坂を含めてかなりワイド幅を取ります。ここからどうマイナビゴールを狙っていくか、相手のディフェンスを崩していくかです。背番号8の杉田が最終ラインからボールを送ってきます。川野樹里に入りません。背番号18、川野樹里、早稲田大学卒のルーキーがなでしこリーグ初先発となりました。日体大フィールズ横浜の開幕戦でも87分からリーグデビューを飾っています。神奈川県出身の22歳、裏への抜け出しが特徴の選手です。その川野樹里が背番号18ワントップで 4-2-3-1 のフォーメーションを組んでいるアイナック神戸です。イ・ミナコントロールできません。マイナビボールに変わります。今度はマイナビは、さて白木と浜田のツートップは近い距離感、しっかりとアイナック神戸のセンターバック2人がマークについています。マイナビは大きく幅を取ります。両サイドバック、サイドハーフが幅を取った。だここでトラン、アイナック神戸にボールが渡って、仙台の黄色いユニフォームが一気に収縮します。今度は神戸が展開を図りたいところ。右サイド11番の高瀬恵です。開幕戦でもミドルシュートあり、そして結局2点は高瀬のクロスからゴールが演出されました。背番号11、アイナック神戸レオネッサ。アイナック神戸は高瀬恵、背番号
11、まあ、さらには7番の中島恵美がチームで11年目、まともにアイナック神戸一筋、まあ、ベテランのこのチームの顔ともいえる選手が2019シーズンも引っ張っていきます。今年こそ日テレベレーザから優勝を奪い取るための1年。ここでボールが当たってみんなワンツー抜けられるか。川野樹里とのワンツーを図りましたが、このボールはゴールラインを割りました。マイナビのゴールキックに変わります。前半25分が過ぎています。マイナビベガルタ仙台レディース対アイナック神戸レオネッサ、2019プレナスなでしこリーグ一部第2節、なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルで生中継でお送りしています。会場はマイナビのホームユアテックスタジアム仙台です。今日は最低気温が0度、最高気温でも8度の予報、非常に風の冷たい早春の道の区東北ならではのゲームとなっています。上空は青空が広がって晴れてはいるんですが、現在バックスタンド側からメインスタンド側、画面奥から手前へ非常に若干強い風が吹いている状況です。ボールを高く蹴ると舞う状況。岩渕、アイナック神戸ボールです。スローイン、高い位置でまたボールを取り返します。杉田送る、このボールがエリア内で渡ってふわっと浮かせて、最後はキーパー池尻が取りました。アイナック神戸は、まあ、高さでは今日出ている選手で170センチ以上はゴールキーパーの竹中玲のみ、まあ、単純な空中戦ではマイナビの方が170センチ以上の選手が3人いますので、マイナビに分があるかと思われます。ただアイナックは何といっても鈴木監督が目指すこのつなぐサッカー、昨シーズンのベースがあります。つなぐサッカー、そして狙えるときは縦に速く、まあ、その両方の使い分けで常に主導権を握るチームになりたいというアイナック神戸レオネッサ、目標は優勝しかありません。昨シーズンは全てのタイトル3つの大会全部2位に終わってしまいました。シルバーコレクターの返上が大命題です。その大きな役目を果たすことになる背番号10の岩渕、今日はスタメン、かなり下がってボールを展開するという役回りではあるんですが、19番の牛島、岩渕にはただ厳しいマークがつきます。ここも岩渕ですが、すかさず2人がつく。岩渕の出を積もうというところで、裏いい皆に通れば再びフラッグが上がりました。ただ狙いはありました。岩渕のところから1回ボールが出て、そして杉田が素早く川野、そしていい皆が抜け出すという、そういった形でマイナビのディフェンスラインの裏を突こうとしました。アイナック神戸、確実にマイナビのゴールに迫るシーンは作っています。ただシュートシーンまでには至っていません。前半も29分が過ぎています。一方のマイナビベガルタ仙台レディースは、得意の空中戦、セットプレー、そして
高いボールからチャンスシーンも作れています。マイナビは開幕戦の野島との一戦、この試合も、今日とは今日のこの岩手スタジアム仙台とはまた別の暖かいながらも非常にこの右に左に揺れる風に強風によってゲームが左右されてしまいました。立ち上がりに野島に風上の優位性を生かされてコーナーキックを直接決められまして、その1点に開幕戦は泣いたマイナビベガルタ仙台レディースです。キャプテンの安本からすれば、自分たちの目指す今シーズン目指しているつなぐサッカー、ボールを保持するサッカーがなかなかしづらい自然状況でもあったので、だからこそこのホーム開幕戦は問われるというふうに話していました。マイナビベガルタ仙台レディース、両サイドには奥川千佐、万谷美穂といった実績のあるサイドの選手、さらには安本沢穂といったサイド攻撃に特徴があるとキャプテン自らも話しています。その良さが開幕の野島戦でも生きました。それは前線には10番の浜田遥、高さのあるポストプレーヤー、決定力のある選手、そして今シーズンは20番の170cmの白木あかりも入っている、そういったところでサイド攻撃の質を上げたいという気持ちがあります。キャプテンの安本沢子が開幕の野島戦後に話していました。ただここはアイナック神戸のセットプレー、フリーキックはマイナビのボール前、競り合い、八坂が一度高瀬が縦に送って、どうやらキーパーの池尻に渡ります。安本沢子キャプテン、マイナビによりますと、唐島新監督になりまして、去年までのカウンターサッカーに少ないタッチ数でボールを保持してテンポよく回すことに取り組んでいるという話です。去年は非常に苦しんだリーグ戦、辛くも最終節でギリギリ一部残留を勝ち取ったマイナビベガルタ仙台レディース。ただ今シーズンは目標は3位以内とはっきりとこの開幕の記者会見でも話しています。唐島新監督になって3位以内を目指すチーム、そのために縦への推進力、その速いサッカーだけではなくボールを保持する、そういった姿勢にも取り組んでいますマイナビベガルタ仙台リリース。それを今日はつなぐサッカーを信条としているアイナック神戸にぶつけてくるホーム開幕戦です。前半の33分、まだ両チーム得点ありません。アイナック左サイド19番の牛島、ここは通りません。ぐっと圧力を高めるアイナック、ただかわしました。23番柏本セリナ、白木を狙いますが防ぎました。ハザヒスイ中盤でのボール回し、ここはアイナックの得意とするところ、八坂が右サイドへ展開、高瀬が上がっていますが、高瀬そして中島、八坂とトライアングルでボールを回していって、そして縦へ通ってオフサイドはありません。いい形でボールがいってスルーパスが通った、キーパー池尻ナイスセーブ。最後は八坂抜け出しました。アイナック大きなシーンがありました。中盤から細かくボール回し、マイナビのディフェンスラインを縫うように3人4人とパスをつなげて、八坂が抜け出して決定機というところでしたが、
マイナビの池地が出てきました。ナイスセーブでした。アイナックにいいシーンがありました。前半まもなく35分です。アイナックは再三再四、左サイド岩内、でさらには右サイド八坂、ボランチの中島杉田を絡めながらマイナビのディフェンスラインの裏を縫ってくる、そんな攻撃。ここはセットプレーのチャンス、7番のキャプテン中島恵美が蹴ります。巻いてくるボール、いいボールが入ってくる、落としてシュートに行けるか。マイナビここは一度クリアしますが、アイナックボール下げて再び中島です。最終ラインここは1人になります。ハザヒスイ縦を送ります。1人23番、マイナビの柏本セリナが立ち上がりました。アイナック神戸の鈴木監督がベンチから出てきました。今中島恵美に指示を与えました。そして中島が杉田ひなに伝えています。川野が絡んでいく、グッと前に強めていく。ここは裏を取れば、今度はマイナビ、安本右サイド、うん、ただアイナック神戸切り替えです。ボールはここは激しいボールの競り合い、マイナビが取り返して安本です。安本が中へドリブル、ただこれは届きませんでした。もう一度マイナビボールですが、いい皆が戻っていました。そしてすぐさま展開、18番の川野へというところですが、マイナビすでにディフェンダーは戻っていました。前半37分です。互いに決定機は作れています。ただゴールはありません。松井綾乃、マイナビメガルタ仙台レディース、11番の安本がいい形でボールを受けて、ワンツーから左に渡る、マンヤが上がってくる、クロスを入れる。ここはアイナックのディフェンスです。ただボランチが展開しようとする、そこで取り返しました。マイナビいい形で柏本を取ってクロスを上げる、こぼれている、キーパーが出ているぞ。最後宮本は詰められず、アイナックも大事なところでカバーに入っていました。38分のシーンでした。両チーム中2日で迎えている2019プレナスなでしこリーグ1部の第2節です。マイナビベガルタ仙台レディースは開幕戦アウェーで落としました。そして迎えたホームの開幕戦、舞台はマイナビベガルタ仙台にとって特別な力を与えてくれるユアテックスタジアム仙台です。浜田右へ展開する、安本がワンタッチで走り込んでいませんでしたが、コーナーキックを取りました。マイナビコーナーキックは早くも4本目になります。マイナビ右のコーナーキックは左利きの6番センターバックの奈良咲がキッカーでいきます。中には白木、浜田、そして酒井も入ります。170センチ以上が3人いるマイナビです。
ドプレーヤー全員ボックス内入りました。奈良のキックはいいボールが入ってきた。ヘディング押し込めるか。蹴り出したアイダック。マイナビ惜しいシーンでした。再びコーナーキック。アイナックの選手は全員ボックス内です。もっと言うとイ・ミナイ以外はゴールエリアにもう近いゴールエリアの中にいます。奈良のキック、これもふわっと入って逆サイドに流れていきます。酒井下げてマンヤが再びクロスを入れられるか。コーナーキックを取ります。3本続けてのコーナーキック。これで前半6本目のコーナーキックになります。今度は左からですので23番の柏本が行きます。右で巻いていきます。今度はアイナックはイ・ミナだけがカウンターの構えです。柏本のキックふわっと上がっていいボールだ。キーパー弾いた。イ・ミナが蹴り出してまだマイナビボール、クロスを入れる。低い、蹴り出しました。マイナビ、アイナック、マイナビボールです。アイナックはこれを奪えればカウンターのチャンスになりますが、取り返して早く展開、川野を越えて、ここはカバーに入っていました。マイナビです。マイナビは得意のセットプレーからチャンスを作っていく展開。前半もまもなく42分です。互いに得点の匂いは十分してきています。ただゴールは割れていません。ホームで今シーズン初勝利をかけるマイナビベガルタ仙台レディスと開幕2連勝といきたいアイナック神戸レオネッサの一戦です。出しを図る背番号18アイナック神戸の早稲田大学卒のルーキー川野樹里です。なでしこリーグ初先発の期待に応えたいワントップです。出た模様です。前半44分過ぎました。互いに持ち味を生かしながら前半戦っています。決定機もありました。ただゴールはありません。左に幅を取って牛島、すかさず
ス、八坂がポジションを変えてここで牛島が入ってくるが、体を入れた坂井、ここはベテランのなせる技か。坂井はアイナック神戸から移籍してきた8年目、マイナビの最古さんの一人です。古巣との一戦、負けるわけにはいきません。前半45分が過ぎました。追加タイムに入っています。川野と坂井、ここでいわき主審の笛が鳴りました。アディショナルタイムはなかったこともなかったという感じです。マイナビメガルタ仙台連対アイナック神戸レオンデッサ、前半が終わって0対0です。2019プレナスなでしこリーグ1部第2節、なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルで生中継でお送りしています。ユアテックスタジアム仙台からマイナビレガルタ仙台レディース対アイナック神戸レオデッサです。互いにチャンスは作りましたが得点は入っていません。0対0で後半へ行きます。それでは後半開始までしばらくお待ちください。マイナビシュートって賃貸したことないですマイナビが賃貸されてマイナビ賃貸成長と成功のきっかけをサポートする株式会社マイナビがホーム開幕戦に来場したマイナビベガルタ仙台レディースのサポーターへ先着3500名様を対象に2019シーズンのマイナビベガルタ仙台レディースホームゲームを観戦できる自由共通招待券をプレゼントいたします。引き換えは本日のチケットをご持参いただきメイン側コンコース C スタンド入り口付近マイナビプレゼントブースへお越しください。お一人様1枚のみの引き換えとなりますのであらかじめご了承ください。以上マッチデイイベントのお知らせでした。
ベガルタ仙台のトップチーム次回ホームゲームのお知らせです。次回ホームゲームは3月30日土曜日、ここ岩テックスタジアム仙台で2019明治安田生命 J1 リーグ第5節セレッソ大阪と戦います。14時キックオフとなっております。皆様のご来場をお待ちしております。そして我らがマイナビベガルタ仙台レディース次回ホームゲームのお知らせです。4月7日日曜、一目惚れスタジアム宮城で2019プレナスなでしこリーグカップ1部 B グループ第1節伊賀フットボールクラブくのいちとの試合が開催されます。この試合の観戦チケットをスタジアムコンコース北側の当日券売り場で試合終了後に販売いたします。この機会にぜひご購入ください。こちらは13時キックオフとなっております。皆様のご来場をお待ちしております。グッズ売店からのお知らせです。今年も昨年に引き続きご好評いただいておりますラバーキーホルダーと勝利の V ガチャが新登場いたしました。ぜひ全選手コンプリートを目指し、たくさんたくさんたくさん回してください。開幕戦の限定アイテムといたしまして、プレイヤーズフェイスタオルをご紹介いたします。こちらのアイテムは全選手の中から一押しの選手の名前が入ったタオルをお求めいただくことができます。ぜひスタジアムで掲げて応援してください。こちらは受注生産となり、来月4月末にお渡しとなります。以上、グッズ売店からのお知らせでした。見てない、うん、見てない、あんまり、あ、そうチラチラぐらい、本当、あんま見てない、あ、いいよ。選手がピッチに戻ってまいりました。まもなく後半戦キックオフです。なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルで生中継で配信させていただいております。2019プレナスなでしこリーグ一部の第2節です。この時間はユアテックスタジアム仙台からマイナビベガルタ仙台レディース対アイナック神戸レオネッサの一戦をお伝えしています。実況担当後半も滝沢です。
前半終わって0対0です。後半戦が始まります。後半は右エンドにホームのマイナビ、左エンドにアウェー上下シルバーのアイナック神戸です。両チームとも前後半ハーフタイムでの選手の入れ替えはありません。後半はマイナビのキックオフで始まりました。マイナビベガルタ仙台レディスはホーム開幕戦です。ベガルタ仙台にとって特別なスタジアム、ユアテックスタジアム仙台です。今日は試合が始まる前、入場の前から、入場のおよそ30分以上前から多くのサポーターが並んでいました。この会場を待っていました。安本右サイドクロスを入れる。このボールゴールラインを割っていました。Jリーグの男子と同じようにメインスタンドではありますが、サポーター席から最前列から太鼓、そして旗を振って熱い応援を繰り広げています。マイナビベガルタ仙台レディース、開幕のアウェー野島戦では 1-0 で敗れました。迎えたホーム開幕戦です。キーパーの池尻大きくクリアしました。マイナビの池尻渚、帝京平成大学卒のルーキー、第2節もこのゴールキーパー任されています。池尻にすればこの一番大きな点はやはり声援だと。大学までのサッカーと一番違うのはこの大きな声援というのが非常に響く、やりがいになるとこの開幕とのアウェーとの野島戦でも感じたといいます。相模原とのアウェーゲームでもマイナビのサポーターは駆けつけていました。そんな中で勝ち点をプレゼントすることできませんでした。マイナビベガルタ仙台レディース、今日アイナックから白星を飾れば非常に大きなチームにとって一緒になりますが、相手は昨シーズン2位、日テレに次いで現在2番目にこのなでしこリーグ強いといえる、昨シーズンまでの成績で実績のあるアイナック神戸レオネッサです。この両チームは昨シーズンの仙台の最多観客ゲーム、それがアイナック神戸戦の2572人でした。舞台は青森県のダイハツスタジアムだったんですが、やはりこのアイナック神戸を迎えるということ、非常にチームにとって大きなゲームであるということが分かります。サポーターも道の区仙台、まだまだ晴れてはいますが春の冷たい風が吹く中、後半もこのバックスタンドからメインスタンド側から画面の奥から手前へ強い風が吹いている状況、そんな中でも熱い声援をやめることはありません。マイナビベガルタ仙台レディースです。それに対して開幕連勝を狙うアイナック神戸レオネッサです。後半が始まっています。アイナック岩渕、さあ左サイドからこの選手はボールが持てる、そして縦川野を狙おうとしましたが抜けていきます。アイナック神戸レオネッサ、左にここはオフサイドになります。アイナック神戸レオネッサ、現状で、4月の頭の
なでしこジャパンの欧州遠征の A 代表メンバーが4人います。今日も出ているボランチの杉田、中島、さらには三宅、そして今日はベンチスタートの鮫島彩も現なでしこジャパン A 代表です。非常にこのベテラン勢の固いディフェンスもある、経験値のあるアイナック神戸レオネッサ、それに岩渕真奈といった若い選手。岩渕は2019年シービリーズカップ、そして今度の4月の欧州遠征もなでしこジャパン入りを逃しました。そんな中で迎えているなでしこリーグとのゲームです。なでしこリーグのゲームです。岩渕真奈や京川舞、中田亜佑、井美奈、そういった若く走れる選手たちが攻撃を司るアイナック神戸レオネッサです。今日は最前線にルーキーの川野樹里、早稲田大学卒を起用しています。そして2列目に岩渕真奈、井美奈、そしてさらには八坂芽生を投入しています。マイナビ、ここは左からマンヤが上がってきました。低いボールはここはアイナックボールに変わります。18番のカーノ、追い越していく高瀬ではありますが、キーパーに下がります。アイナック神戸、竹中玲です。ブルース・ベガルタ仙台との一戦です。マイナビをぐっと前からプレッシャーをかけて、これは浜田が取って、マイナビチャンスを作れるか。最終サインライン下げる格好になりました。坂井幸、ただアイナック神戸取り返す。イ・ミナ、この選手が抜け出すとチャンスを作れます。川野もぐっと前へ進んでいこうとしますが、マイナビも出どこを潰します。前半双方ともに持ち味を生かし、チャンスシーンを作りながらも得点シーンには至りませんでした。0対0で後半戦に入っています。ハーフタイムでの選手交代ありません。マイナビの唐島啓司監督は前半に引き続き後半もテクニカルエリアから試合を見つめます。確認した限りでは一度もベンチに座っていません。アイナック神戸、岩内に渡ればというところですが、坂井幸のカバーです。中盤、そして2列目でのパス回しはアイナック神戸に前半分がありました。もっとここでまず先に動いてくるのはアイナック神戸です。背番号14の京川舞が出る準備をしています。アイナック神戸です。杉監督が最初のカードを切るようです。左に振る、ここは両サイドバックも高い位置上がってきます。アイナック神戸、マイナビも落ち着いての守備の対応。笛が鳴りました。早めのスタート。このボールはイーミナとの競り合い、イーミナが一度倒れましたが起き上がれます。京川舞がもう出る準備をしています。タッチライン際で出番を待っています。
マイナビ安本左足シュートブロック。アイナック神戸25番の奥川、ここでマイナビ、失礼、アイナック神戸選手交代です。背番号18の川野樹里に代わって14番の強川舞があります。後半の手元の時計10分でアイナック神戸1人目強川舞が入りました。強川舞がそのまま川野樹里のポジション最前線に投入されています。強川舞、開幕戦はスタメンでした。その強川へ行こうというところ、アイナック神戸、さあここは敵陣深くに入ってきました。高瀬、あっと、ただマイナビ、マイヤが上がってくる。0対0、まだ均衡が破れない中、アイナック神戸が先に選手交代しました。早稲田大学卒のルーキーの川野から強化は前に変えています。アイナック、左サイドバックの牛島も上がってきました。サイドの高瀬、八坂、高瀬が抜け出た、クロスを入れる。キーパーとディフェンスラインの間、いいところを狙ってきましたが、キーパーの池尻がキャッチしています。再びアイナックボール、裏を狙おうというところですが、マイナビのキーパー池尻です。ではハーフタイムのコメントをお伝えします。まずマイナビベガルタ仙台レディースの唐島監督です。攻撃時のセットプレーを狙いを持ってやろう、しっかりとパスを回し攻撃のチャンスの時にいいボールを前には送ろう、後半の入り立ち上がりは集中という話です。一方アイナック神戸の鈴木監督です。ここはマイナビ白木、左サイド笛が鳴ってアイナックボールです。アイナック神戸の鈴木俊監督です。後半に向けて裏を狙うタイミングを意識すること、縦横コンパクトにプレーすることと話しています。前半はマイナビにコーナーキックのチャンスが数えただけで6回ありました。セットプレー、狙いを持ってというのは当然でしょう。マイナビは高さでは分があります。170センチ以上が3人いる、特に前線のフォワードの2人、白木が170、濱田遥は173です。セットプレーは去年からも得意持ち味でありました。マイナビベガルタ仙台レディース、さらにこのしっかりとしたパス回し、今シーズンはそれを唐島監督体制になって求めています。アイナック神戸は2人目の選手交代です。
八坂に代わってマスヤが入りました。後半15分です。鈴木監督2人目の交代、そしてアイナマイナビもおっと抜け出ればというところであります。マイナビも選手を変えてくる模様です。アイナック神戸の後半最初のコーナーキックです。キャプテンの中島がキッカーです。近いところから岩渕です。岩渕が浮いて中島がもう一度クロス、低いボールクリアしました。マイナビです。再びアイナックボールです。牛島が右で上げる。このボールは高いところですがオフサイドのフラッグが上がりました。マイナビのキーパー池尻は身長が164センチ、マイナビ選手交代になります。背番号9、ここで小野瞳が入ります。選手の交代を参加します。マイナビペガルタ仙台レイズ15番宮本佳奈選手に代わりまして背番号9番小野瞳選手が入ります。マイナビ1人目の選手交代は小野瞳です。安本のシーンはバーの上でした。両監督選手を入れ替えて得点シーンをさらに演出しようというところ。前半もチャンスは作っていますがあと一歩のところでした。後半に入っても惜しいシーンは出てきています。1点を争うようなゲーム展開になってきました。ユアテックスタジアム仙台でのマイナビベガルタ仙台レディース対アイナック神戸レオネッサです。0対0です。後半17分が過ぎています。アイナック神戸のマスヤもそのまま八坂のポジション右のサイドに入っています。八坂を越えて高瀬が受けます。そして右に幅を取った八坂、ここで相手の左サイドバックマンヤを引きつけますが一度下げてここからの組み立て。中島下がって受けて14番の強化は走らせる。アイナックボールのスローインです。ギアを上げてきますアイナック神戸。細かいパス回しは持ち味です。自分たちで主導権を常に握り続けるチーム。アイナック神戸今年はタイトル奪還です。史上命題です。スローガンが Are you ready? 優勝のスタンバイができているかという。高瀬入ってきてクロスを入れる。キーパー池尻ナイスセーブ。ワイドの攻撃、そして最後は元フォワードの高瀬の強烈なシュートをマイナビのキーパー帝京平成大学ルーキーの池尻渚パンチング。一度防いでアイナック神戸のコーナーキックです。アイナックにもセットプレーのチャンス増えてきています。ただアイナックは単純にはボールは送ってくるんでしょうか。いいボールが入ってスラした。ここは仙台最後浜田でしょうか。頭で蹴り出しました。あ、弾き出しました。いいミナ浜田遥か。フォ
フォワードながらナイスカバーです。いなければ押し込まれてい いたというシーンでした。アイナック神戸大きなシーンを作っています。そしてまだボール保持、いいミナー、右サイド高瀬、ここは深い位置を取りました。2人に囲まれてコーナーキック、アイナックが敵陣深くでゲームを進め、セットプレーのチャンス、コーナーキックも作り、ペースを握っていきます。マイナビベガルタ仙台レディースはフィールドプレーヤー全員自陣にペナルティーエリア内入っています。キッカーは中島、近い位置に岩渕がいます。アウトスイングのボールすらして、ここはマイナビクリアします。再び入れてくるヘディングの競り合い、キーパー池尻出る、いい判断をしました。池尻渚164センチの大卒ルーキーです。他のゴールキーパーより小柄だが、特徴のスピードとジャンプ力で自分の良さを出したいと開幕の野島戦を終えて話しました。唐島監督もボール扱いがうまく攻撃に生かせると、まあ、目指すサッカーのスタイルに合っているこの池尻渚を第2節でもスタメンで起用しています。切り返した、いいミナ、チャンス、シュートいけるか、こぼれて、ここも蹴り出した、クリアしたマイナビ。アイナック神戸がかなり圧力を強めています。確実にマイナビのゴールに迫っています。マイナビはここは耐える時です。突破してくる岩渕、ボールキープ、ためを作る、中には2人入っていますが取り返しました。マイナビ、アイナック、ただ杉田、ひな、杉田と中島が相手のこの攻撃のチャンスを潰して、すぐさま自分たちの攻撃に切り替えます。マイナビが2人目の選手交代に入ろうとしています。背番号14の有町沙織が入りました。唐島監督、絶対的なこの前線の存在濱田遥を下げて14番フォワードの有町沙織、ベテランを投入しました。ただ今はアイナック神戸が攻勢に来ているところ、ここは笛が鳴りました。オフサイドです。マイナビベガルタ仙台レディース有町沙織、岡山湯野郷ベルから移籍してきて5年目の選手です。開幕戦はベンチにも入りませんでした。なでしこジャパンの選出経験のあるベテランです。昨シーズンは6試合で2点に終わっています。ただなでしこリーグでは188試合目のこの出場ということになりました。浜田に代わって有町投入、唐島監督、互いに2人ずつ選手を変えてきています。アイナックの鈴木監督、そしてマイナビの唐島監督。マイナビは背番号20の白木がワントップのような格好です。入場者数は1412人でした。ご来場誠にありがとうございました。いいミナ、受けてシュートに行く、最後は9番のマスヤか。アイナック神戸ミドルシュートを狙ってきました。ユアテックスタジアム仙台1411人という観衆が発表されました。ただベガルタ仙台マイナビのこの黄色い声援は非常に響きます。それだけこの屋根がこの全面覆われている専用公式競技場です。安本、
右に振る奥川、ちょっとシュートに行けなかった、もう一度組み立てる、4人がボックス内に入ってクロスが入る、低く速いクロスですがキーパーの竹中です。マイナンビガルタ仙台レディスです。ホーム開幕戦を力が入る特別な場所、ユアテックスタジアム仙台で迎えているマイナビ。アイナック神戸とのゲーム0対0、白木いい形でここはボールが入った、そして右に振って安本がフリー、どうする、クロスを入れる、柔らかいボール走り込んでくるが最後は26番松井彩乃、フィニッシュまで行きましたが枠を外れました。東洋大学卒のルーキーが第2節でもスタメン任されています。唐島監督は経験を積めばいい選手になると開幕戦を終えては話していました。まあ、その期待に応えてこのボランチに松井彩乃、そして今日は23番の柏本セリナもボランチを組んでいます。ボランチが柏本と松井というマイナビ、一方のアイナック神戸は杉田ひなと中島恵美、現なでしこジャパン日本代表コンビです。マイナビボールのフリーキック、後半も26分が過ぎています。まだ均衡破れません、0対0です。ボールには6番の奈良美咲が行きます、左利きです。高さは白木、さらには酒井由紀も170、奈良のキックふわっと浮かせて折り返せればというところです。マイナビボールです。23番の柏本が行く、そのまま右サイド深いところ、アイナックボールに変わりました。タッチライン割ります、マイナビボールです。マイナビ早めのリスタート、ボックス内クロスを入れる、キーパー竹中です。フルストの一戦、ボールを許すわけにはいきません、竹中麗。逆サイドへ展開、これが通ればチャンス、9番の小野瞳、右足で後ろからマンヤが上がってきました。左利きのマンヤが1人外してクロスを入れる、いいボールだ、キーパーパンチング、竹中冷静、ここは落ち着いてパンチングしました。そしてここもアイナックはしっかりとつなぎます。中盤ではやはりアイナック、中島、杉田がいますので落ち着きます、慌てることはありません。右に高瀬がぐっと張って、そしてちょうどハーフスペースのあたりが空きました。アイナックボール、クロスを入れる、いいボールが入ってくるがキーパー池尻収めました。ナビを出どこを潰します、アイナック左から作っていく、牛島、
細かいパス回し、アイナック。マイナビ一度出します。左サイドを崩していく岩渕。75分が過ぎました。後半30分過ぎています。残り15分の戦いです。右サイド高瀬、深い位置を取ってワンタッチでクロスを入れる。コーナーキックにしました。アイナック後半はコーナーキックの数増えています。マイナビは全員が国際戻っています。ゾーンディフェンスのマイナビ。中島のキック、ショートコーナー反転して岩内、これはうまい。そして低いボール、マイナビのディフェンスがありました。ただここは計算されたプレーでした。アイナック、じわじわとマイナビのゴールに迫る。アイナック神戸にすれば今シーズンこそ女王日テレから優勝を奪い取るために、まあ、今日は試合出ていませんが、鮫島はもう勝ち点3を取りこぼさないことというのを大事にしています。マイナビ、ここはキーパー竹中出てきた。冷静に足元でクリアということになりました。一方のマイナビも池地が川に入っています。アイナック神戸とすればやはり昨シーズンも2勝を挙げ、そして順位でも8位だったマイナビベガルタ仙台に対してアウェーではありますが勝利を収めて開幕連勝、いいスタートを切りたいというところであります。アイナックが目指すのは優勝しかありません。そのためには勝ち点3を取り切ることの大事さというのを鮫島は挙げています。ここは20番の白木に通ったマイナビ、急いで選手がボックス内に入っていく。白木がこの位置左で受けていく。でこのボールが最後通りませんでした。9番の小野瞳。アイナック神戸の鈴木監督、今日最後の選手交代に行きます。岩渕真奈を変えます。中田が入りました。アイナック神戸の山下10番、岩渕真奈選手に代わりまして13番中田愛選手が入ります。後半33分、中田愛が入っています。開幕はスタメンでした。まあ、ですので鈴木監督は開幕のスタメンだった強化は増や中田をこの後半の途中から起用してきたという形になります。中2日で迎えている第2節です。まず選手を入れ替えての両チームゲームになっています。白木が狙ってくるが、これは上です。ユアテックスタジアム仙台、風が落ち着いてきました。もうセンターポールのフラッグは風になびいていません。ほとんどなびいていません。後半の途中までは裏側が見えるぐらい、めくり上がるぐらいの強風でした。まあ、右左の風上、風下というのではなくバックスタンドからメインスタンド側に吹いてくる風でした。今は落ち着いています。アイナック神戸は3人の選手交代を終え、マイナビも2人選手を変えています。アイナックとしてはある意味、まあ、想定ないこの現状 このベストのメンバーを送ってきているこの選手交代、途中交代で起用しています。今日はですので鮫島彩は結局ベンチには入りましたが試合に出場することはありませんでした。ハザヒスイがセンターバックで
ところしっかりとこのマイナビの攻撃を塞いでいます。均衡を破れるか、イミナ右からマスヤ、中2日の厳しい日程の中で迎えているゲームだからこその勝ち点3、両チーム目指しています。マイナビベガルタ仙台レディースはホームの開幕戦です。開幕戦を落としているだけに勝ち点3でホーム開幕戦を祝いたい安本。あっとここは白木スルーでしたがいませんでした。早く切り替える中島、暗躍神戸。後半35分過ぎています。残り10分切りました。マイナビベガルタ仙台レディース対アイナック神戸レオネッサ、0対0です。ここでマスヤ、右には高瀬が幅を取る。グッと仙台ディフェンスが左に少し寄ったところ、ここで手詰まったのでアイナックは左にずらします。中央でイ・ミナが抜け出そうというところ、マスヤがこの位置でハーフスペースが空きました。左サイドは空いた、中に2人入ってクロスを送る、チャンス、スルーしてシュートに行けるか、塞ぎました。いいディフェンスがありました。マイナビ小野瞳でしょうか、カバーしていました。アイナック神戸がボールをつないで、マイナビ陣内に攻める時間帯が多くなっています。後半戦ここも収まった。こぼれてシュートに行けるか、まだある、アイナック左に振る、そして中央を送った、ポストプレー、このボールがこぼれて最後はキーパーの池尻が抑えています。白熱の展開です。ギリギリのところ、マイナビも奮闘します。0対0、ここもアイナック早めに送ってくる。時間が徐々になくなってきました。まもなく83分です。一気に送りましたがフラッグが上がりました。オフサイドです。双方とも後半に入っても非常にコンパクトな陣形を保ち集中力を切らさず守備、体を張っています。あとは点のみ、均衡は破れるのか。0対0、マイナビベガルタ仙台レディース対アイナック神戸レオネッサ、残り時間が少なくなっています。
アイナック神戸の鈴木監督、後半もベンチからが多かったんですが、ここで立ち上がりました。テクニカルエールの最前線で試合を見つめています。一声かけました。互いに良さ、持ち味は生きた中、ただディフェンスでは体を張ってゴールを許さない姿勢、あとはゴールだけという状況。イン・ミナ抜け出るか、ボールをキープしてイン・ミナ、ここもそして左右足のシュート、最後は中田、中田が右足でシュートいきました。ただ枠を捉えることができません。前線の選手を総入れ替えした鈴木監督、トップには強化は、左に中田、右に増谷、もう3トップのような格好。いい皆もかなりこの前方後方左右と抜群の運動量でゲームを作っていきます。しかしマイナビも粘り強いディフェンス、ここはやはり唐島新監督、頭脳派のセンターバックとして J リーグでもプレーしてきただけあって、ディフェンスはしっかりと締めてきます。マンヤがふわっと上げてくる、このボール有町落としてシュートに行けるか、奥側が入ってきて安本下げてシュート、最後は小野でしたがアイナックもブロックしました。そしてすかさず早い攻撃、ここは酒井と京川ですが、キーパーの池尻、後半の42分になろうというところです。元気なマスヤ、そしてイ・ミナもとても前半頭から出ているとは思えないぐらいの運動量です。高瀬も積極的に上がってくる、ミドルシュートは炸裂するか、ただ高瀬とマッチアップするのはマイナビはマンヤという非常にクロスのうまい元なでしこジャパンの選手です。ここは足がかかりまして笛が鳴りました。いわき主審、アイナック神戸のフリーキックです。アイナック、ここは左から中田、そしてイ・ミナ、カバーに入りますマイナビです。中島スルーパスワンタッチ、マスヤ強化への中央はしっかりとディフェンス入ります。マイナビクリアしました。そして前線有町がぐーっとボールを追いかけていきます。コンパクトな陣形を保ったままです。マイナビの唐島監督も本当にハードワーク、開幕戦の野島も落としてはしまいましたが、ハードワークは素晴らしかったというふうに話しています。そのハードワークをこの去年2位の優勝候補、優勝目指すアイナック神戸を見せています。互いに得点を許さず0対0、このボールが通ればチャンスですが、足を投げ出した酒井防いだ、そして奥側も変わり安本です。キャプテンが戻ります。マイナビこの攻守の切り替えがはっきりとしています。そしてここはオフサイド、効果的にオフサイドも取れています。ディフェンスラインに乱れがありません。原島監督も何かうなずいているような表情をテクニカルエールで浮かべています。
あとは点のみです。双方0対0で間もなく90分を迎えます。2019プレナスなでしこリーグ1部第2節、マイナビベガルタ仙台レディス対アイナク神戸レオネッサ。まだ均衡は破れていません。0-0で90分を迎えようとしています。アディショナルタイムは3分と表示されました。3分あります。高瀬右から、今度は増谷がここで3人2人に囲まれてコーナーキックです。アイナック神戸、マイナビは全員戻る。アイナックは1人を残して入っていく、そして送ってきて、このボールは一度クリアします。もう一度アイナック、マスヤが入れる、そしてヘディングで落としてチャンスが、ただマイナビも頭押し返す、ここはイーミナには渡らず、蹴り出しますマイナビ。ベガルタ仙台サポーターの声援やまず、勝利を信じています。追加タイムに入っています。目安は3分です。残り2分です。仙台攻撃に行けるか。前線には白木有町がいます。前への推進力は測れるか。アイナックがボールをキープします。おっと、ここで有町が取り返した。さあここでマンヤが前線へ送る、ふわっとしたボールの競り合い、杉田のところ、これは笛が鳴りました。小野のファールでした。アイナックボールです。追加タイムの目安は3分です。左打って中田がシュート、右にそれていく、得意の左足それていきました。目安残り1分となりました。ホーム開幕戦のマイナビベガルタ仙台レディース、開幕戦は黒星、迎えたアイナック神戸とのホーム開幕戦。アイナックは開幕戦白星スタート。このまま0対0で終わるのか。さあアイナックボールのスローイン、ここは仙台かき出します。互いの意地と意地がぶつかり合います。開幕いいスタートを切りたい。マイナビも負けるわけには絶対にいきません。一方のアイナック、勝ち切ることが大事、そんなシーズン、目指すは優勝の2019。牛島、ここは奥側、さあ白木に渡る、時間はあるか。前を向く白木、そして有町、右サイド抜ければというところではありますが、ここでいわき主審の笛が鳴りました。試合終了、0対0。最後までゴールは生まれませんでした。しかし互いに一歩も譲りませんでした。体を張ってゴールを守りました。マイナビベガルタ仙台レディース対アイナック神戸レオネッサ、引き分け、均衡を破れず、ゴールレスドローに終わっています。勝ち点1を分け合いました。マイナビはこれで1分け1敗の勝ち点1、アイナック神戸は1勝1分けの勝ち点4となりました。早春、まだ風が冷たい3月の道の区森の都、岩テックスタジアム仙台でのマイナビベガルタ仙台レディース対アイナック神戸レオネッサの
プレナスなでしこリーグ1部第2節です。0対0でゲームが終わりました。ともに中2日の中での試合、選手は当然入れ替えてはいましたが、最後まで相手にゴールを許さない、大事なところを積む集中力で勝ち点1ずつを分け合う結果となりました。マイナビベガルタ仙台レディースホームのサポーター拍手で迎えます。白星でホーム開幕戦を飾ることはできませんでしたが、次につながる今シーズン最初の勝ち点1です。唐島慶寿新監督体制2戦目、昨シーズン2位のアイナック神戸に対して一歩も引かず、ゴールこそ奪えませんでしたが、引き分けで勝ち点1を奪っています。一方のアイナック神戸レオネッサ、ホームの開幕シーズンの開幕戦では2対1で勝ち点3を奪いました。そしてこのアウェーゲーム、マイナビベガルタ仙台レディース戦、自分たちのボール保持というそのスタイルを見せるシーン多々ありました。ただ最後までゴールは生まれませんでした。今シーズンこそタイトルの奪還、シルバーコレクター返上、それに向けて今日は勝ち点1止まりではありましたが、今後このアイナック神戸、鈴木俊監督体制2年目、どんなサッカー、さらなるこの躍進が楽しみになります。女王日テレベレーザの史上初の5連覇を止める最有力チームはアイナック神戸レオネッサに変わりありません。お送りしましたマイナビベガルタ仙台レディス対アイナック神戸レオネッサの一戦は0対0ゴールレスドローで、互いに勝ち点1を分け合う結果となりました。実況担当は滝沢でお送りしました。2019プレナスなでしこリーグ1部は各節2試合をなでしこリーグ公式 YouTube チャンネルで生中継で配信しています。次節は3月31日日曜日午後1時キックオフの第3節です。アルビレックス新潟レディース対アイナック神戸レオネッサ、そして同じく31日午後2時キックオフの浦和レッドダイヤモンドレディース対日テレベレーザの2試合をお送りします。過去の試合の見逃し配信も行っておりますので、ぜひご覧ください。それではユアテックスタジアム仙台から失礼いたします。土曜日ここユアテックスタジアム仙台で2019明治安田生命 J1 リーグ第5節セレッソ大阪と戦います。14時キックオフとなっております。皆様のご来場をお待ちしております。そして我らがマイナビベガルタ仙台レディース次回ホームゲームのお知らせです。4月7日日曜一目惚れスタジアム宮城で2019プレナスなでしこリーグカップ1部 B グループ第1節伊賀フットボールクラブ久野内との試合が開催されます。この試合の観戦チケットをスタジアム本コース北側の総立線売り場で試合終了後に販売いたします。この機会にぜひご購入ください。そちらは13時キックオフとなっております。皆様のご来場をお待ちしております。本日のご来場誠にありがとうございました。